私も分からなくて。教えてください。一緒にしながらしたいなって思って、ラビリース、ちょっとテロップに、ラビリース、すごいね、聞きたいことがあって。なんだっけ、リクエストできるカードって貯めて、いっぱい貯めてからリクエストした方がいいのか、もうパンパンパンって貯まったらリクエストした方がいいのか、持ってたら3倍になるとかあるんですか？なんか何かしたらチケットが3倍になるとか。ね、一緒にしましょう。一緒にしながらみんなで広告飾りたいね。ね、せっかく初めて挑戦する機会なんでね、挑戦するからには10位内に入れたらいいなって思ってます。貯めてても増えることはないです。あ、ないんだ。じゃあもう取ったらやってもいいのかな。ちょっとやってみよう。なんかね、何をどうしたらいいのか分からなさすぎて、ずっと手探りで。てる状態で、どうしたらいいんだろうね。分かんなくてパチ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 ってずっとして、フォローしました、ありがとうございます。ラビリンスを勉強配信にテロップ書いた。え、まずはこれ アカウント作ってやってるんですけど、何をどうしたら。私も分からないことだらけだから、勉強配信助かるね。分かんないよね、どうしたらいいんだろう。教えていただけると。なんか今日もレッスン終わった後にロッキーみんなで固まって喋ってて、みんな分かんないよねって。どうしたらいいんですか？これってとりあえず戦った方がいいのかな？
まずはこれ何、まず最初は陣営のモチベーションを上げるために早めに投票した方がいいかも。投票っていうのは、なんか選べるみたいなやつ、応援メンバーみたいなのを選ぶやつですか？俺とりあえず冒険して戦ってるけど合ってるのかはね、わかんないですよね。私も冒険してるけど合ってるのかわかんない。なんかカード強いね、引けた。カードはそれってどこで引けるんですか？なんかずっとタップして戦ってるんですけど。カードってどこで引ける？まずはデラックスガチャで特攻カードを引こう。ここがガチャって、カードは今何枚ある感じ？どこでカードって見れるんですか？メニューのカードいてる。あ、所持カード2って書いてます。112。これって普通何枚なんですか、カード？何枚なの？コイン。やばい、どうしよう。
まだね確認しに行けてないんですけど、なんか今日ハンちゃんがあのレッスン終わった後にあのマネージャーさんに聞いたら、あのリコピさんのインスタのハイライトになんかめっちゃやり方とか詳しいこと載ってるみたいなのが書いてあって、あっていうのを教えてくれて、ハンちゃんが。だからもしインスタとかね持ってる方いらっしゃったら、リコピさんの見たらわかるかもしれない。あとなんかののかちゃんが仲間が多い方が攻撃力上がるらしい意見、みんなに申請なんか仲間がののかちゃんが仲間が多い方が攻撃力上がるって、リコピのストーリー分かりやすいよって。あ、じゃあもう皆さんリコピさんのマイページ。マイページ。ガチャ。上部右から2番目。デラックスガチャ、え、これってショールームに画面見せてもいいんですよね、スマホの。ダメとかなかったですよね。あ、ダメなの？危な、スマホの画面見せそうになっちゃった。危な、よかった、ありがとうございます。危ない、セーフ。やばいね、顔に色がなさすぎる。ちょっとどうし、マイページのところにビギナーレッスンってところがあるよ。そこで基本なことを教えてくれる。マイページに、本当だ、ビギナーレッスン。え、なんかこういうのでなんか友情ポイントもらえるよみたいな書いてたりするんですけど、そういうポイントってどうなるんですか？まあ一旦冒険しよう。え、そのなんかね、今こういうやつの友情ポイント獲得しましたみたいな
が出るんですよ。こういうの貯めてった方がいいのかな。いいのか。あ、優勝ポイントでガチャ引けるんですか。ああ、友情ポイントを貯めてが無料ガチャ。ああ、で今こうやって私がやってるやつで、あ、なんか110ゴールド獲得したって出ました。あ、じゃあこういうので冒険してって、でガチャを引いたら、ん、あ、優勝ポイントをもらえたらノーマルのガチャを引けるよ。ノーマルのガチャ出たカードで強化しよう。ノーマルのガチャ出たカードで強化、え、ちょっとあ、そう、ごめん、え、え、ちょっと待ってね。じゃあ冒険ひとまず、あ、優勝ポイントもらえた。パチパチ楽しい。なんかずっと戦って勝ってます。広告選抜、うらちゃん応援します、頑張るって、ありがとう、のぞみちゃんありがとうございます。難しい。これ優勝ポイントどんくらい貯まったのかちょっと引けた。普通のカードってどこで引けるんですか。あ、これか。
ベントを集めないとリクエストチケットもらえないからね。え、イベント…あ、これかった方だ。ああいう冒険とかで倒して、なんだっけ、拳のあのやつをポイントもらって、そのポイントとかでガチャを引いてカードってか先輩とかメンバーのあれをもらって、それをデッキに入れてイベントで戦うっていうことで合ってますか？一回。うららうらら推しのチーム名考えて、それでチーム作ります。何がいいかな。なんか皆さんの方がそういうの思いつくの思わそう。うららちゃんととかダサいかな。分かってきたかも。で、これでこのイベントで、イベントにあるなんかちょっと強そうな鳥みたいなのとかも倒したら、リクエストの剣をもらえるっていうことですよね。
なんていうかな、合ってますか。こんな難しいことを皆さんやってくださっててありがとうございます。本当にありがとうございます。もう合ってますか。やった、じゃあそれで。そっか、画面見せれないのか。めっちゃ画面見せれると思ってて、一緒に進めれたらと思ってたんですけど。倒すときにデッキ、カッコカードをセットしてるのも、あ、してるもの、AP が大きい方が早く倒せる。はいはいはい。AP っていうのは攻撃力みたいなやつ。イベントの探索、敵を倒す、リクエストチケットもらう、期限までに投稿、基本これ、あ、はいはいはい、ちょっとそれメモりたい。あ、ちょっとシャーペンメモります。ちょっと今の、私がイベントの探索に敵を倒す。リクエストチケットもらう。期限までに投票、ガチャガチャした。ガチャガチャってあれですよね、メンバーがパパーンって出てくるやつですか。なんかお金がかからないやつみたいなやつ、10連ガチャみたいなのは。AP 上げた方がすぐ倒せて、イベント特攻をリーダーカードやデッキにセットすれば倒しやすくなる。イベント内のデッキ編成を押し、イベント内のデッキ編成を押して、
形成をして AP 高い順で編成する後、押せば自動的にデッキが作られるよ。にゃん、どこだ？デッキ編成へ、デッキ編成へ。どこにある？え、デッキ編成ってどこにありますか？その自動でやってくれるよみたいな。ここ2枚引けたから頑張る。すごい、すごい。私も待ってくださいね。ちょっとまずデッキが、私自分組めてると思ってるんですけど、これ組めてるのかな。なんかね、一応ね、いっぱいバーって持ってるやつって選んで、てるんですけど、やばいね、もう50分だ。ファミリアタイム以外に、え？ファミリアタイム以外の時間に出てくる推しモンに王様バナナをあげよう。なんかね、イベントに入って、久しぶりにラビリンス友達2人特攻だからポイントかなり稼げそう。すごい、ちょっと待って、なんで私、うん、追いつかなきゃですよ。行けました、行けました、やった。 AP 高い順で、おー、やったやった、 AP 高い順で編成できた、ありがとうございます。これでじゃあできてるのかな。おお、できた。あ、なんかめっちゃ嬉しい。でなんかののかちゃんがね、仲間っていうかね、仲間が多い方がね攻撃力が上がるって言ってるんですけど、どうやってそういうの。待って、あと8分しかない。ちょっとブチって切れちゃう前にランキングとかちょっと読んどきますね。13位、今日このごろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、森安さん、ありがとうございます。11位、大ちゃん、ありがとうございます。10位、トラキバオさん、ありがとうございます。9位、白恋人さん、ありがとうございます。8位、斎藤さん、ありがとうございます。7位、グラハムさん、ありがとうございます。6位、尾崎。読み方間違ってたら申し訳ないです。
和明さんで合ってるかな、尾崎和明さんありがとうございます。5位しみらこアットマーク愛家族さんありがとうございます。4位小山さんありがとうございます。3位こみさんありがとうございます。2位ゆまさんありがとうございます。1位だけどキャットマークレーナグンダーさんありがとうございます。ちょっとね今日ねあのかけるやつが今なくて、あのゆうながやってたやつのパクリみたいになっちゃうんですけど、何かこれ言ってみたいなことあったらそれでもいいですか、今日だけと。お絵かきじゃなくて、たけたけさん何かありますか。本当になんか皆さんありがとうございます。ちょっと私ももっといっぱいお勉強しないと。今日から2週間くらいねあるんですけど、一緒にね力を合わせて頑張っていただけたら嬉しいです。なんかすごい自分が不慣れすぎてすごい申し訳ない気持ちで今いっぱいすぎる。あ、OK、わかりました。たけたけさん、日曜日は公園来てくれてありがとう。またうららに会いに来てね、待ってるね、たけたけさんありがとうございます。一緒に頑張ろうねって、ありがとう。ちょっとね、ラビリンスはみやび先輩が詳しいんじゃないか。みやびさん詳しいんですか。みやびさんに聞こうかな。16分、ショールーム見に来てくださってありがとうございます。本当チームウラちゃんズでいいですか。いいです、いいですか。逆にウラちゃんズってなんかわかんないから、わかんないけど、ちょっとヒーローとかねえぐっちゃんが詳しいらしいんでちょっと聞いてみますね、いろいろ。
待って、本当だ、ゆなゆなちゃんの獅子舞に目がまた行ってしまったって言ってたからね、今ね、アバターの中に獅子舞いるのと思って探したらゆうないた。ゆうな、獅子舞ちゃん、獅子舞ちゃんも見に来てくれたの。かわいい。じゃあ、やばい、あと1分じゃん。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございます。またいろいろ教えてくださって、ちょっと私ももっといっぱいお勉強してちょっと頑張ってきます。明日から3月、頑張ろうね。明日から3月だけど、学校とかお仕事とかいろいろ頑張りましょうね。